こんにちは、アンナスです。今日は、アンナスの種ということで、いつも Q&A とか作り方の説明をしたりするんですけど、このコーナーは説明とかこれはこうですよみたいな話ではなくて、結構なんか私が普段どうやって図案を考えているのかとか、ちょっとこうなんかこう刺繍っていう決まりきったものではなくて、もうちょっと私寄りの方、今までやってるのは基本的ななんとかステッチとか、こう刺繍っていうみんながやってるような共通のものを、もうすでにあるものを私がただそれはこうですみたいな解説をしていることが多かったんですけど、このコーナーは、もうちょっと私によりの話になってくるので、公共性はほとんどないです。本当になんか趣味の話だったりとか、そういう系になってくると思いますが、なんか参考になるところがあればいいなと思って、ちょっとやっていこうと思います。まず図案を考えるところをちょっとお話ししようかなと思っていたんですけど、図案考えるとき、私はいつもこういうただのコピー用紙にざっと絵を描くことが多くって、これはこの前カレンダーストーリーズって言ってハロウィンの刺繍絵本を作ったんですけど、こういう感じですね。なんか何枚も刺繍いっぱいしたんですけど、これの図案を考えた時のことをちょっとお話しします。この図案を考えた時は、最初どういう絵を描いたかというと、こんな感じでなんかこうジャック、かぼちゃのジャックとお父さんとお母さんが出てくるってまず考えた時に、なんかこうキャラクターどういう感じにしようみたいなのをざーっと描いたりとか、ほんと落書きですね。まだ全然図案にはなってない前の段階のものなんですけど、とか背景の絵ですね。なんかいろんな街並みとか風景とかの写真を見ながら、なんかこういう窓は外国っぽいなとか、ハロウィンってアメリカなんで、なんかアメリカの街並みって多分こんな感じじゃないかなみたいなのをざーっと書き出したのがこれです。で、最終的に刺繍にするとこうなったんですけど、まあ、これに至るまでにいろいろこうなんか何枚も書き直したりとかするんですね。これが最初のラフ絵ですね。そこからちょっとずつこうクリーンアップされていって刺繍の図案になるわけですけど、あと一番最初に刺繍キットになった最初のオープニングの表紙の絵があるんですけど、これに至るまでにはまずこういう絵をバーッと描いて、でそこからなんかこれいまいちだなと思ったので、もう一回絵を描き直して、でなんかこうバーッと描いただけなんで、サイズがちょっと大きすぎるんで、もうちょっと縮小コピーしたりして、なんだかんだこうやってるうちにこれになったわけですね。でそれに至るまでに、あ、これとか何回も描いてるわけです。こういうのがあって、でこれ最終的に写した図案なんですけど、これには色塗ってますね。色鉛筆で色塗って、で写して、まあ、ここに正しいの文字が書いてあるのは刺繍糸がどれぐらい使ったかっていうのをこう刺繍しながらチェックして刺繍キットにするんで、なんか何本ぐらい入れたら足りるかなみたいなのを刺しながらチェック入れてるわけなんですけど、まあ、そういう感じでいろいろこう図案を考えるわけですね。で結構な枚数ですね、これ。
まあ、9枚、10枚、9枚ぐらい刺繍しているので、こんな感じで、で毎回例えばまあなんかいろいろ本のお仕事とかするにしても、こういう風に、A4 サイズの紙にいっぱい書いて、でファイルしてもうまとめて置いてあります。でここにこうマスキングテープに2015年みたいな書いて、本棚にたくさんこういうのがしまってあります。こんな感じでいろいろこう作っていってます。で、そうですね、今日はどういう資料を見て絵を描いているかをちょっとどう説明っていうか紹介ですね。なんかこんな図鑑とか、これ古い図鑑なんですけど、古本屋さんで買って、なんか今こういうのも持ってるんですよ。なんかポケット図鑑って、なんか最初こう大きいやつ集めてたらすごい邪魔で、絵は見やすいんですけど、なんか雰囲気だけ分かれば、なんかお花がどういう風な形でついているかとか、それさえ分かればいいかなと思って、最近はちっちゃいの買ってるんですけど、なんかこういう系のやつって小学館とかいろんなとこから学研とか出てるんですけど、なんか写真がほぼよく似てるというか一緒のものもあったりして、なんかこう昔のやつの方がいろいろ面白いんですよ。これもかなり昔のやつなんですけど、写真じゃなくてイラストで描いてあるんですね。なのですごくこう味があって、ほんと写真みたいな絵なんですけど、ニワトリでもいろんなニワトリがいるんだなみたいな、想像では絵は描けないです。絶対に資料がないと絵は描けないので、頭の中にストックがあればいいですけど、ストックないんで、そんな動物園に行ってダチョウ見てあーって思っても形なんて忘れてしまうので、まあ、年に1回ぐらい水族館とか動物園とか行って写真撮ったりすることもあるんですけど、なかなかそこまでして大変なんで、結構なんかこう写真集買ったりとか、動物に限ってはそんな感じが多いですけど、まあ、お花は割と想像でも描ける部分は多いですね。抽象化しているものは。あとはなんかこう、私結構家とか乗り物の刺繍することが多いので、路面電車のとか、世界の家とか橋とか、でこういうところに乗ってるなんかこう入り口とか、なんかいろんな形をこう参考にして、なんかそれの寄せ集めみたいな感じですね。さっきのこういう刺繍する時でも、入り口とかこのカフェの雰囲気とかは、なんかどっかのちょっと可愛いなと思うお家のこう入り口とか、こう雰囲気をちょっとずつこう見て、でいろんなとこからピックアップして寄せ集めて一つの世界にしているので、なんかそのままっていうよりかはちょっとこういろんなところの寄せ集めの方が私は多いですね。で写真とかネットでいろいろ画像検索して、でそこからこうイメージを膨らませて描くんですけど、面白いのはやっぱ写真ですね。イラストもなんかこういう写実的なのは見ますけど、この本も面白いです。世界の小さな村とか、こんな感じで世界の路地裏とか、あと最近お気に入りなのはキノコ絵、こんな感じでキノコが写真じゃなくて古い
図鑑のイラスト、昔はそんななんか写真の図鑑ってあんまりなかったみたい、あるのかな、あんまり技術がなかった時代はイラストだと思うんですけど、最近の、 あの植物図鑑の猛禽類のページがあんまり見れないというか気持ち悪すぎて、なので私はちょっとイラストの方が助かるんですけど、これなんかすごく多分実際見たらめちゃくちゃ気持ち悪いと思うんですよ。このブルーの色のキノコっていうのを想像しただけなんか写真でも触れないみたいな気分になるんですけど、これで見るとすごい可愛いんですよね。私ブルー好きなんでなんかこういうページについ惹かれてしまうんですけど、なんかついついこうやって本を集めてしまうので、なんか家が本だらけというか、全然小説とかは読まないんですけど、なんかこういう系の本ばっかりになってきます。でそこからいろいろこう写真とかを見ながら一つの紙にいろいろ書き出して、でそこから図案にしていきます。まあそんな感じでいろいろやってます。あと絵を描くときはこのシャーペンがお気に入りです。スマッシュペンテルのスマッシュっていう、なんかこのペンがすごく描きやすくて、なんか2本買ってしまってペンケースにそれぞれ入れてたりとかするんですけど、あと消しゴムはこのオムニっていう、全然可愛くないんですけど、これがすごく消しやすくて気に入ってます。このシャーペンと消しゴムで、あの A4 のコピー用紙にずっと絵を描いて図案を作っていってます。で大体こうお茶を置いて飲みながら考えるんですけど、なんかそんな感じでやってます。また続きはあのダラダラした話になるので、また来週。ではさようなら。